マーケットで気になってたお菓子を見つけました。ジョージアの伝統的なお菓子だそうです。挑戦してみます。おはようございます。おはようございます。11時のバスに乗りたいので、あと1時間半パッキングとご飯食べて、はい、あと1時間か、30分前に出ないといけないしね。頑張りましょう。はい、ちょっと気持ちスープパスタみたいなの作りましたが、スープが足りなくなっちゃいました。もうか、今急いでパッキング中です。さっきいただきます。はい、今、本当は11時のバス行きたかったんですけども、今日からトビリシに移動するんですけど、首都に。その宿を決めるのに時間がかかったので、この時間までになりました。はい。で、なんとか一応決めたので、まあ、存在するかどうかはちょっと不安だけどね。はい。とりあえず1時のバスで行きますので、チェックアウトします。お世話になりました。すいません。はい。ということで、ちょっと、くしゃみが止まりませんが、バス停まで行って、はい、そこで1時まで待ちます、はい、警察署と一番有名なこのスパーっていうスーパーの裏ですね。昨日俺がトイレ行ったところの前がトビリシ行きのバス停でした。全然人はいなそうだね。はい、本日の鉄棒チャレンジです。よろしくお願いします。この勢いが大事だ。失敗。惜しくない？帝国通り出発します。一人10ラリです。600円くらい。リラじゃないんだ。ラリでした。行きます。動き出しました。車酔いしないようにドライバーさんの隣の席で二人座ってます。行くぞ。はい、はい、今日はジップラインもやってたみたいです。土日だけだね、本当ね。土日に結構来た方がいいところかもしれません。すごい川でかい。この辺りは一面ブドウ園です。ちょっと見えないかな、ギリギリ見えないかな。シーズンはもう終わってるので、収穫後です。ちょうどいいところ。トビリシの町の近くまで来ました。もう町の中なのかな。これは何でしょうか。はい、トビリシのバス停着きました。地下鉄駅すぐそばなので地下鉄乗って、次のホテル、人の家なのかなに行きます。はい、アハモが電波拾えたので多分540番のちっちゃいミニバスみたいに乗って宿まで行きます。バス待ちです。はい、ミニバス無事乗って一番近いところまで来ました。結構まだロシア語を喋る人が多いのかな。でも逆に英語もめっちゃペラペラな子たちも多くて、みんなに手伝ってもらって、とりあえず今から10分ぐらいかな、歩いて宿の宮で行けるので探します。はい、こういう野良犬が、まあ、アゼルバイジャンからずっといるんですけど、ジョージアにはみんな耳にタグが付けられてるね。注射かな。ね、はい、今から出かけます。はい、スーパー到着しました。買い物します。おいしい？あさり。よかったじゃん。100円ぐらい。うん、うん、ジョージアで一番頭がいい大学らしいです。こっち来てウクライナ、新ウクライナみたいなのがなんか増えました。はい、ジョージアにもこの電動キックボードありました。結構人がいっぱいいて落ち着いた雰囲気かな。こんな感じで街中には古本屋さんも結構おしゃれだな、かわいい。残念ながら読める本はないですけど。はい、一応最寄りの地下鉄駅まで来ました。なんかあれだね、ソビエトの、ま、あれかな、ね、地下鉄とウズベキスタン、ね、タシケントと一緒だね。かわいい。
だから人多いんだね。で、なんかあそこのマックが有名らしい。取り行きます。はい、このマックが桃花曰く世界一なんかおしゃれなマックらしいです。で、向こうにあるのが飛び石タワースカイツリーです。バックにもあったもんね。はい、50はだいたい3000円弱ですね。で、こんな感じのパッケージになってます。一番下には C 社のパッケージになって、なかなかすんね。あ、向こうがお土産屋さんです。中を覗いてみます。中もかなりの人で賑わってます。ちょっとやっぱり中央アジアと置いてあるものは似てますね。ここは小中高校みたいな全部一緒になってるみたいな学校だそうです。あー、一番由緒がある学校なんだ。すごいな、これもう銀行みたい。はー、あー、はい、ここがプチクリスマスマーケットみたいなところです。さっきは学校があって、その横に国会議事堂みたいなのがあって、その横で今やってます。かわいいね、日本のアニメとかがいっぱいあります。これタバコ関係かな。かわいいマーケットで気になってたお菓子を見つけました。ジョージアの伝統的なお菓子だそうです。挑戦してみます。はい、どうぞ。くるみのワインのやつ。わかんない。見た目がね、奇抜だけど。あ、糸が、うん、なんだこれ、グミじゃないけど、ワイン感あんまないですね。ワインっていうか、まあ、ブドウの果汁で包んだみたいな、うん、これが多分国会議事堂ですね。今もうあのクリスマスのところは U ターンして帰ります。お部屋に戻ってきて少しゆっくりした後、今からご飯の時間です。よろしくお願いします。今日はちょっといいもの買いました。一品目はパプリカサラダです。バルサミコ酢ついてます。パプリカの中がちょっと茶色くなってて私は心配ですが、食べます。昨日買ったペットボトルに入ったワインも一緒にいただきます。美味しい。珍しいよね、農家が美味しいなんてお酒で言うなんてさ。すっごい軽いんだもん。いいものに出会った。二品目も作ってもらいました。じゃがいも、玉ねぎ、トマトソースです。いただきます。熱そう。まあまあ美味しそうです。今日もよく歩いて疲れたみたいです。おやすみなさい。